1回戦第2試合、青コーナー189センチ106.3キログラム、ドイツザムザムウルム、 ISK 世界スーパーヘビー級王者、ケリム・ジェマイ。ザ・マシン、ドイツの爆撃機ケリム・ジェマイ。赤コーナー200センチ95.1キログラム、イラン・シナーディ、 K1 ワールドグランプリクルーザー級王者、シナータリミアン。 K1 クルーザー級の王者、シナ・カリミアン、イランの英雄です。さあ、ヘビー級、スーパーヘビー級、今回は無差別級のトーナメント、K-1 リバース、生まれ変わった K-1 第2章。まずはこのフェイスオフ、全く目をそらしません。セコンドにはニコラス・ペタスの姿もありました。こちらシナ・カリミアン、何かね、マサさん、 K-1 の歴史も感じさせる、そんなリング上ですね。そうですね、ケリム選手はね、18戦18勝ですからね、負けなしですからね。ケリム・ジェマイは18戦負けなしのまま ISKA 世界のスーパーヘビー級のチャンピオン。右が伸びてきます。いや、なんかこう身長差あんま感じないですね。2メーターのカリミアン、ジェマイは189ですが、何かこう大きく見えるチャンピオンですね。なんかこう11センチの差は感じないですね。はい、横蹴りできました。そしてワンツ ー飛び込んでくる。平子さん、これもね、はい、さっきの試合もありますんで、何が起きるか分かんないですね、これ全く読めないですね。ドイツの選手でこの体でバックボーンがテコンドーっていうね、はい、15年テコンドーをやって黒帯です。ですからこれいろんな足技出てきますんで、そこも注目です。カリミアンのね、バックハンドブローとバックスピンキックが交錯するような、空中で相まみえるような、そんなシーンもあるかもしれません。左のローカリミアンです。赤いグローブがシナ・カリミアン、ブルーのグローブがケリム・ジェマイです。右のク、小さなパンチできた。そして膝、カリミアン一発当たれば立っていることはおそらくできません。左のロー、内股です。いいローキックですね。そうですね、今度は外です。蹴ってた方がいいと思いますね。ケリム・ジェマイです。右からワンツーから、そしてロー、コンビネーションがあります。マサトさん、テクニック的にはどうですか、ケリム・ジェマイですか。そうですね、まあ、パンチでいうと、まあ、そんなお互いこう、ね、似たような感じですけど、やっぱりローキックのカットがカリミアンはしないんで、はい、下から崩していくといいんじゃないかなと思うんですけど、ね、なるほど、ジェマイの方ですね、はい、ジェマイのボディがカリミアンの左の脇腹を捉えるシーンもありました。これは軽くローを打っていたカリミアン、これはちょっと何か餌をまいているような、そんな風にも見えます。右から入っていった、右のフック、追い詰めるの、ロープの追い詰めるが、これはスリップです。ジェマイ、サウスポーにもスイッチしますね。今はオーソドックススタイル、ナイス、ワンツー、パンチ伸びますね、ジェマイ。右のパンチ伸びていった、ブラジリアンキックを見せていきました、ケリム・ジェマイです。多彩な足技を持っているテコンドーが由来の選手。バックハンドブロー、これはガードしているケリミアン、右のストレート伸びてくる。平子さん、右はちょっと怖いですね。そうですよね、でもジェマイがちょっとプレッシャーかけてコーナー詰めてますね。詰めた、ニュートラルコーナー、はい、背中を背負っているシナ・カリミアンです。右のロー、そして左の前蹴り、かかと落としを見せていったケリム・ジェマイ。しかしこれは2メートルの長身、カリミアンにはちょっと届きませんでした、ね、届いてなかったですね、はい、左のミドル、カリミアン、もう一度ダブルでいきました、カリミアン。今度は右、そこを見て一気に飛び込んでいったケリム・ジェマイ。第1ラウンド残り間もなく10秒です。目が離せない一戦、瞬き禁止、そんなこの無差別級のトーナメント。右のアッパー、ここは一旦分けます。ここでゴングです。第1ラウンド終了です。シナ・カリミアにはご覧のように、かつて K-1 でも活躍しましたニコラス・ペタスがついています。マサトさん、カリミアンの方の攻撃、第1ラウンドどうですか。カリミアン、ジェマイのローキックがいいなっていう感じがありますね。あ、そういう印象ですね、はい、やはりね。あとはやっぱこうカリミアンコーナーに詰まってこう動かないで、そこで待ち構えてたんですけど、あれはまあ、
コーナーに詰められてなぜ逃げないのか、それはカウンターを狙ってるのかどうなのかなっていうところはちょっと思います、ね、中盤から終盤はそういうシーンがありましたね、はい、いやいよいよ30周年記念でまた開国しました K1、 世界からこうやって未知なる競合が平子さん来たんですよ、はい、やっぱり門を開ければ来ますよね、まだまだいるんですね、世界にはいますね、これからどんどん、そして K1 も世界に出ていこうという計画です。ケリム選手はまだ回転系は見せてこないですね、確かに。やっぱりこうカリミアンが大きいんでね、あのさっき の、 あのかかと落としもそうですけど、ちょっと届いてなかったですよね。 K1 30周年記念無差別級トーナメント1回戦第2試合です。ケリムジェマイとシナカリミアン。カリミアンこのラウンド蹴りからちょっとナイスミスで、さあパンチを重ねてきて左の膝、カリミアンが第2ラウンドに入って動きが変わってきました。左から右を伸ばしていったのはケリムジェマイ。でもカリミアンはあの以前はちょっとパンチを怖がってるっていうイメージあったんですけど、はい、今はそういう感じないですね。7ヶ月ブランクがあります。左の肩の手術を行いました。その間ねみっちり練習してきたとはね、うん、言ってます、ね、なんかスパーリングしっかりできてるのかなっていう感じがしますね、この1ヶ月は特にこのトーナメントに照準を合わせて練習をしてきたということを話していました。あのインサイドローいいですよ、カリミアワンツー、右が伸びてくる、インサイドローいいですね。あちょっと嫌がってるかもしれないですね、ローキック右の、はい飛び込んでいった、飛び膝蹴りです。シナカリミアン隙をついて飛び込んでいきました。右のローキック、あちょっと嫌がって、あそうですね、変えましたね。あこれはあと止めたところを蹴ってしまった。これは豊永レフリーがタイムストップかけました。下腹部に蹴りが入ってしまいました。その後の攻撃に対して今審判団が協議を行っている、そういう状況です。まあでもやっぱりこうああいう嫌がり方って多少ローキック効いてますよね。カリミアンのローがじわりじわりと効いてきているケリムジェマイ。ローブローに対する今タイムブレイクが取られています。その後の攻撃に関しても協議がされていました。一応レフリーストップかけてますからね、はい、レフリーストップ後の攻撃です。場内には今選手の回復を待つためのタイムブレイクだというアナウンスがされています。こちらが ISKA の世界スーパーヘビー級チャンピオン、18戦無敗の男ケリム・ジェマイです。青いグローブ、一方身長2メーターのこのシナ・カリミアンは日本でもおなじみです。やはりこのブレイク後の攻撃に対しては注意が行われました。注意が渡されました。さあ試合再開です。左のミドル2つから入っていったシナ・カリミアン、ハイキック右のローです。これをちょっと嫌がり始めてますね。足効いてますね、カリミアンはそれを感じ取ってローを中心に行けるかどうか。右を伸ばしてきたのはジェマイ、ワンツーです。右のフック、右のフックダブル、そして右のミドル、カリミアンナイスローキック。カリミアンはバックアンドブロー、回転系が来た、右ストレート。カリミアンもこうまっすぐ下がっちゃダメですね。そうするとこの伸びてきますね、ストレートが。ジェマイの感じが伸びてくるんで、バックハンドブローからの右のストレート伸びました。引いてないよという顔をしたカリミアン。これがバックスピンです。ようやくこの第2ラウンド終盤残り1分を切ったところ、回転系の技も出してきました。ケリムジェマイです。ただ口で少し息を大きくし始めているケリムジェマイ、気になります。スタミナの部分ではどうなのか。右のミドル、やや掴んでの攻撃も見えましたが、ここは一気に足をかける。右の膝、さあロープコーナーを背負わせたところで一旦ブレイクです。背中の汗も光っています、ケリムジェマイ。右のロー、あーローキックのカットしないとやっぱ効いてきちゃいますよね。そうなんですね、やっぱり無差別級ですからね、やっぱ一発のパワーありますから。そういうことですね、はい。こちらもローを放っていきます。ジェマイお互いにローキック、ローキック合戦になってきましたね、はい、これはうまくガードして残り10秒第2ラウンド、ややお互いに疲労も見えてきた第2ラウンドですが、やっている。最後は左のハイを
放ったところでケリムジェマイ、第2ラウンドが終了しています。この第2ラウンドに平子さんね、回転系のという部分が出てきましたね。そうですね。ただジェマイ選手の方が表情のねお話もありましたけども、なんか書いてる汗の量が、はい、ちょっと違いますね、はい、口を開くようなシーンもありました。あと正人さんが指摘しているそのローキックのダメージ、どれくらい蓄積されているかという状況です。勝ち上がれば次は準決勝、1日3試合の試合で頂点に立つことができます。これでも正人さん、トーナメントって難しいんですよね、やっぱり。やっぱり1日3試合やるんで、やっぱりこうダメージは溜まっていきますけど、でもやっぱりこうその日に一番強い選手が僕はあのトーナメント優勝すると思ってるんですよね。やっぱり強い選手が勝つ、強い選手が、はい。でもやっぱりこう KO で倒していくと、やっぱり次の準決勝決勝と楽になりますよね。さあ、無差別級トーナメント1回戦は第3ラウンド、ファイナルラウンドへと入っていきます。ナイスボディ、カリミアンとケリムジェマイ。いや、今のボディすごい音がしましたね。大きな音が横浜アリーナに響き渡りました。アッパーから膝を狙っているか、一旦離れたカリミアン。見合うようなシーンも増えてきました。フェイント、回転系の蹴りを放ってきます。今度は入ってきた、カリミアンのバックハンドブロック効いた、左右のフックから右の膝、一気にラッシュで決めていくか、シナカリミアン、ここで止めました。今カウンターで入った形になりましたね、バックブロックが。ダウンを取りました。レフリーの豊永実です。なんとかこちらファイティングチャンスを取りました。ダウン1回を取りました。ここは倒して勝ちたいですね。トーナメント1回戦は2度のノックダウンでノックアウトになります。あと1回バックハンドブロー、バックハンドブロー、また効いた、これバックハンドブローカウンターで取るのカリミアンうまいですね。そうですね、狙ってますよカウンター。一つかわしてのカウンターでした、はい、そして膝、このまま決めるか、効いてる、どうか、チャンス、レフリーを見ている、レフリーを見ている、止めるかどうか、まだ止めない、聞いてるぞ、コーナーに追い詰める、耐えている、ケリムジェマイ、左の膝、右のフック、ガードの上、しかし、ここで止めました、2度目のダウンを取って、ノックアウト勝利、ドイツの爆撃機、ケリムジェマイをノックアウトで下したのは、イランの英雄、シナ・カリミアンです、準決勝進出です。カリミアンも最後あれだけラッシュしてもこう息が上がってないですね。その辺りは練習の成果ですかね。結構いい練習できてると思いますね。左肩の手術から7ヶ月ぶりのリング、その間しっかりとトレーニングをしてきました。シナ・カリミアン、優勝候補の一角として意地を見せました。バックハンドブロー見事に、これは効きましたね。いや、バックハンドブローカウンターで狙ってるから、あれはちょっとびっくりしたと思いますね。で、2度目のダウンの時にも相手がバックハンドブローを見切って、その後当てていくという